お、なんだよこの音。え、落石？いや。明らかに左側面の、しかも上の方が聞こえたぜ。ガラスあたりから。落ちねえっすか、ほんとほんとに。大丈夫でしょう。超怖いんですけど。もう怖いっすよ。おぉ、なんだ。いや、ほんとに何、猫、猫なんかいる。ウサギ、ウサギ、ウサギ消えた。え、猫だ。右折。え、あ、ダメだ、逃げたか。あ、隠れてる。なんでここに？え、おかしくね？おかしい。まっすぐです。ちなみに左に行くと最初の国道ですよ。うん。あの別荘があったあたり。宮中ダムが見えてきましたね。さっきも言いましたが、十日町市最強の心霊スポットですんで。マジですか。ガチですよ、ここは。今あなたの運転が一番怖いですけどね。そうですか。はい。これこんなスピード出さないもん。うわ、ガードレール全部死んでる。ダムやべえ。絶対助からねえぞ。押すなよ。絶対押すなよ。景色が全部同じに見える。それとトンネルがあると思うんだよ。この崖の上、崖にあって。右に鷹の巣の宿がありますよ。右に横穴、左に祠があります。ほら、右横穴貫通してますよ。本当だ。ストップ。左にこの祠があって、こうちっちゃい神社みたいなのがあったんですよ。あ、そこに。はい。でもいたずらとかされたりとかして、で今はもう撤去されて何もないっす。以上です。
さあ町に行こう。だってゴールデンウィーク、あっちもこっちも仕事してない変だ。え、またか。またな。あ、ディリー何か取れんじゃねえすか。逃げますかね。あ、逃げそうですね。逃げるね。今左に小さいお地蔵さんがあって踏みそうになってましたよ大丈夫でしょ。あ、大丈夫です。ディリーかわしましたカッティの、あと何ですかね、左のガラスあたり。レンジ作ってますか。どこも傷はついてないですよね。あの天井とかになんか、え、爪で引っかいたりとしませんでした。あ、しましたよね。しましたよね、はい、爪っていうか、金属天井降りて見てみます。車見てみますか。いや、気のせいじゃねえっすよ、撮影してたし。うん、確かに音聞きましたもん。え、あれ絶対しゃあないっすよ。な、中であんな音絶対しないんで。え、血とかついてたらどうします。鳥のうんこ。え、これ？なんか白。ああ、なんか当たったんすね。でもぶつかるわけないんだ。サイドミラー無傷だもん。そうだよ。でもああ、そうだよね。これは泥ですよね。多分。泥ですね。この左のあたりが、これ変ですよ。なんか。しかも白いし、なんだろう、スタイルの音。あー、なんか、違うかな。めっちゃ汚いなってるし。それは多分最初の登りでしょうね、多分。湿ってたから。ちなみに今日洗車したばっかりですからね。あ、そうだったんですか。うん、お疲れ様です。簡単だ。簡単。あ、そうだったんですか。お疲れ様。大丈夫。俺も何回も洗車してもこうなりますんで。あ、そうだったんですか。